はい、では AO 推薦入試面接質問出る順ランキング3つ目は、こちらですね。学習計画研究計画です。こちらの質問に関しましてもほぼ間違いなく聞かれます。なぜなら大学は自分で設定したテーマを研究するところだからです。ただし大学4年間という時間に限りがあります。どこまで研究するか、その研究のゴールをはっきりと伝えることが重要です。